みなさんこんにちは。レーナテンテンのゆるい科学実験レーナゼミ始まりました。イエイ。ゆるい科学実験レーナゼミでは、忙しい人でも、そしてお子さんでも安全に簡単に実験できるっていうものを紹介してます。今回はですね、テーマババン、レインボー色水を作るぞでございます。レインボー色水ってなんぞやみたいな思うと思うんですけど、青、赤、黄色みたいな感じで色水の層を作ってみたいと思います。レインボー水を作るにあたって必要なものが全部で3つあります。塩です。食塩です。塩化ナトリウム、食塩、はい、食紅、そしてただの水、水道水で OK です。これで作れます。つまり家庭にある食べられるもの、お口に入れても大丈夫なものでできます。レインボー水の原理説明します。レインボー水はその密度の差、各色の水の密度の差っていうものを利用します。密度ってなんだって言ったら、同じ体積あたりの重さ。油って水に浮くじゃないですか。油は密度が低いので上の方に浮いてくる、まあ、ドレッシングなんか振ると油がどんどん浮いてくるじゃないですか。それと一緒です。同じことを利用します。今回利用するのは塩化ナトリウム、塩なんですけど、塩水、より濃い塩水と薄い塩水、何にも溶かしてない水、これの密度の差っていうのを利用してレインボー水作っていきたいと思います。さあ、作り方説明していきます。ちょっと字がちっちゃくなっちゃったけど、まず飽和食塩水というものを作ります。飽和食塩水ってなんだって思うと思うんですけど、塩とか砂糖とか溶かしてて、ああもう全然下に溜まっちゃって全然溶けないよみたいな、あるじゃないですか。あれが飽和食塩水、これ以上溶けませんっていう飽和状態と言います。で、これを作って飽和食塩水、それをまた薄めたもの、また薄めたもの、そして水で並べていきたいと思います。通常であれば飽和食塩水って20度の場合は 100ml に対して 26.39g 溶けるって言われてるんです。これが飽和の基準とは言われてるんですが、もう確実に飽和食塩水を私作りたいです。今回ゆるい実験なので、誰でもなんか楽にできる感じでやりたいので、ドサッと溶かします。もう目分量でもう全然溶けないじゃんくらいまで作りたいと思います。こちら40度ぐらいの水です。ちょっと溶かしやすくしました。これをですね、大体そうだな、まあ、こんな感じで入れていきます。目分量です。で、飽和食塩水最終的に、まあ、300ml ぐらい使うので、まあ、それ以上あればいいかなって感じです。で、塩入れるとね、これの体積増えちゃうんで、微妙に皆さん溢れないように注意してください。じゃあ塩を、食塩を塩化ナトリウムドサー入れます。全然もう適当で大丈夫。あー、ドサドサで、これで完全に溶けちゃってる透明な状態だとよろしくないです。まあ、大体ね、20-30g ぐらい溶かせば飽和食塩水になります。 100ml あたりね。なのでこれ大体500ぐらいありそうかな、400かな、あとできっちり測る実験あるんで許してください。これきっちり。さあ、飽和食塩水ができました。見えますかね、だいたい透明、もうちょっとで、各色をつける水、つまりこの飽和食塩水を4分の1に薄めたもの、そして16分の1に薄めたもの、そして水。じゃあまず4分の1量りを使います。これね、透明な水なんでね、みんな間違いやすいから、ちゃんとコップに4分の1とか書いててくださいね。じゃあまず測っていきます。薄めるのに測りますよ。家庭用の料理用のやつで大丈夫です。こんな感じで
100ml 100cc 取ります。飽和食塩水 100cc で、この上に水、普通のお水 200ml という線まで入れてきます。こうすると2分の1希釈になります。で、これをちょっと一回避けますね。これが2分の1。さらにこれを半分にしていきます。半分に薄めた2分の1の食塩水を 100ml まで入れていきます。そしてさらに 200ml までお水を加えて、これメスアップって言ったりするんですけどね、実験で 200ml までメスアップします。そうすると4分の1まで希釈されたお水ができます。これを使っていきますよ。4分の1できました。これを使っていきます。さらにそれを薄めたもの、16分の1希釈したものも使っていきますよ。16分の1はさっきと同じように4分の1に希釈した水 100ml 入れます。そしてお水を 200ml まで入れていきます。メスアップします。ちゃんと机に置いてこう固定した状態で測るのがまあベストなので、皆さんは落ち着いてこう机に置いてやってみてくださいね。で、これでできたものっていうのが8分の1になるわけです。これをまた 100ml 測り取ります。こんな感じ、そしてさらにこれの上から 200ml 水を加えて、 200ml になるまで水を加えてメスアップして、16分の1希釈水ができました。これを入れていきます。こんな感じですね。これでじゃじゃじゃん、飽和食塩水4分の1希釈したもの、16分の1希釈したものっていうのができました。さあこれに色をつけていきます。食紅入れすぎると色の違い分かんなくなって真っ黒になるので、ちょっとで大丈夫です。さあ飽和食塩水にこんな感じで黄色の、まあこんなもんですね、青の食紅を4分の1の色水に、あ、食塩水に入れてみました。こんな感じの薄さです。16分の1はこんな感じで色をつけてみました。この大きなグラスに注いでいきます。そーっと注ぎます。密度の違いを使ってレインボー水、色の層を作っていくので、何を一番下に置いたらいいか、一番密度の高いこの黄色、飽和食塩水を下に入れないとダメです。逆にするとみんな混ざります。密度の高い水っていうのが下に沈むというか、ちょうどいいところね。こんなもんでしょうか。重いものから入れてください。さあ次は4分の1です。ポイントで入れていきますよ。まあ、だいたいこんな感じで壁を伝わせるのが一番確実かなって思います。まあボタボタ垂れちゃっても多少は平気。さあこんな感じで4分の1入れてみました。もう早速層ができてますね。見てすごくない？ちゃんと層に分かれてる。ピンク入れていきたいと思います。できました。見てください、じゃじゃん、すごくない？3色。食紅の塩梅って大事ですね。食紅すごい、すごい。最後にお水
入れてみたいと思います。あえて色をつけない、透明でいくかな。どうしよう。4色目、緑ライトグリーン、これ水です。さあいきます、入れてきます。できました。じゃじゃん、レインボー水できてますね。見えますか。下から黄色、これ飽和色塩水、次に青、これが4分の1に希釈した水、次に16分の1赤です。そして最後がライトグリーン、普通のお水、食塩とかしないお水。よく見えますね。4色分かれてます。さあ今回のレインボー水実験いかがでしたでしょうか。楽しかったよって方はぜひ評価ボタン、いいねお願いします。そしてレアテンテのゆるゆる実験動画、レアナゼミ、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。また次回も見てください。